牛刀です。片場に研いだ牛刀です。えらいごっついでかい小刃をつけてある牛刀です。28センチって言ってたかな、30センチのが小さくなったみたいなんですけど、東次郎のね、東次郎作スウェーデン鋼割り込み本職用って書いてありますね。もともとは両刃のはずなんですよ。しかも割り込み、でもこのねごっつい機械研ぎのグラインダーでやっつけた痕跡があってですね、どこが鋼か分かりません。グラインダーで研ぐことの弊害の一つは、刃座回線が出ない。のでですね、鋼が前に出てるかどうかも分からなくなっているっていうこと。でも、この辺がもう、地獄のように分厚い。もう見ただけで、うひーってなるような包丁なんですが、ですね、これは基本片刃のままで研いでいきたいと思いますが、とりあえずですね、鋼がどうなってるのか見て、もしかしたらですね、地金が前に出ちゃってる可能性があるんですよね。こっちほとんど研いでないんで。でその場合は、まあ、裏を研ぎ込んで鋼は前に出すようにはしていきたいと思います。うん、大変うげー。で肉屋さんが使っている包丁ということですんでですね、肉切ってみたいと思います。試し切り、これをちょっと切ってみとようと思います。薄切りスライス、まあこれぐらいだったら切れるか、いつものようになんですけどね。そうか、なるほどね、問題ないわ、これ全然よく切れます。このままでええんちゃうんっていう感じですね。これを切る限りは全然問題ないような気がします。研いでもあんま変わらんかもしれませんね。これ野菜とかは、野菜とかには絶対にこの分厚さはあかんと思うんですけども、肉はいいに違うかな。これでちょっと切るもんが簡単すぎた。はい、じゃあ改めて研いでいきます。まあとにかくちょっと鋼の様子を見ていきましょう。こっちからやな、裏から研ぎましょう。でかー、しんど、これは絶対しんどいな、ただごとじゃないな、自分で研いだんじゃないとは思いますが、業者でこんな研ぎ方するっていうのはちょっと悪魔ですね。やっぱり鋼が見えないですね、これ。今のところは鋼が見える様子がありません。これで斜面に刃境がくっきりと出てるのがわかると思うんですが、
向こう側まで鋼がちゃんと行ってるのかなっていう、こっち側鋼出とるんかいなっていうところですね。割り込み包丁でも片刃に研いでいいんですけれども、大事なのはこっちに斜面をつけることよりもこっちを削り込んで鋼がしっかり前に出るようにしてあげるということの方が大事です。まあでもちょっとでも鋼が前に出ていればいいのでですね、ご自分で研ぐ場合でもですね、裏をこうベタッとつけてですね、まあベタッとつけてといってもこの辺こっちまで峰までベタッとつく必要はないんでですね、おおむねこの辺の刃線際のところがですね、刃線付近のところをベタッとこう砥石にこうこんな感じで押し当てた状態でですね、研ぎ込んで角度全然つけずに研ぎ込んで、これで鋼が前に出ているなという状態にまずしてあげる。その上で表の切り端斜面を研いでいくというふうにした方がいいです。この辺は確実に地金前に出てるね。ここも地金前に出てるね。だいぶあかん研ぎ方されてます。20分ぐらい研いでますが、まだ鋼が出てくる様子がありません。なんじゃおりゃ。ここら辺にギリギリ鋼が出てきてるような気がする。ここだけ。鋼出てきましたね、やっと。やーっと出てきた。もうちょい出していきます。はい、ギリギリですけども、端境線を出していった状態です。55分。ほぼ裏だけで、普通の包丁3本分ぐらい、3、4本分ぐらいの時間かかりました。どっしー。そしてこっち面はですね、表の面はですね、まあ片刃の方に、片刃に仕上げるって言ってたんで、この角度はガイドになるように小刃を残します。はまぐり刃にしようと思ったけども、2個切るんやったらいいでしょ。普通の片刃の刺身包丁の刺身包丁よりちょっと薄めみたいな感じにします。こっちの小刃にも、この小刃の面も平らじゃないんですよね。これここら辺の端境線の先に白いところがあるんですけど、ここに大きな角度がついてる、段がついてるから、小刃の面を研いでいっても、ここら辺までは裏から研いだ返りが取れるんだけども、ここから返りが取れない。もう研ぐ角度がガッタガタ。もう立ち悪いな、こいつはほんまに。ムカつく。
いやここら辺やな、もうちょいやな。じゃあ形はこれで良しとして400番に移っていきます。ひはい、終了でーす。裏面から鋼を出すというのにもう超絶時間がかかった包丁でした。形狂わさんようにしてやってください。裏のこの刃先を研ぐんじゃなくて、この地金を毎回削ってあげる、この面、柔らかい面を研ぐたびにここを削ってあげる、ここを削らずにこっちから角度つけるっていうやり方を逃げ研ぎと言いますが、僕はそう言ってますが、それをやるとまたリカバリーがむっちゃ難しくなります。さて試し切りだ。はい、では先ほどの豚肉ちゃんを切ってみます。まあ、切れてましたからね、もともと違いはないかもしれんな。切れます。さっきと同じようによく切れます。そんなに違いは感じません。わからん、まあ、これぐらいだったら切れるか。いつものようになんですけどね。美味しそう。このままでええんちゃうんっていう感じですね。美味しい。何の味付けもしてないけど美味しいです。はい、ということでですね、今回はちょっと試し切りに使った素材がですね、何でもよく切れるものを使ってしまったんで、試し切りでの違いはあんまり分かりませんでしたけども、ちょっとね、地金が先端に出ちゃってるっていうですね、研ぎ方としてはデタラメな研ぎ方をしてる包丁でしたんでですね、こっちの面、割り込み包丁型番に研いでも構いませんが、割り込み包丁を型番に研ぐ場合はですね、裏面をしっかり研ぐこと。裏面の、しかもですね、刃をしっかり研ぐんじゃなくて、裏面のですね、この面、地金、鉛筆でいうところの木の部分ですね、そこをしっかり研いでですね、芯が前に出るように、これは毎回やってあげた方がいいです。まあ、十分にですね、この鋼が前に出てるぞっていうことが分かってるんであれば、そんなにしつこくやることはないですけれども、この包丁に関しては特に、毎回、荒砥石で研ぐぐらいでいいんでですね、しっかりと
裏面を研いであげてください。その上で、表面は、まあ、これは、本当に型番の和包丁みたいなピシッとした、平らな小刃になってますんでですね、小刃の面に従ってここの面を、正確に研いであげてください。で、糸刃をつける場合はもう一番最後にですね、2000番以上の仕上げ砥石で、軽くなぜる程度にしてあげてください。裏からの糸刃はこんだけちょっと鋼がの出が少ないんでですね、裏から糸刃をつけるのはちょっとやめてあげてください。後で地獄を見ると思います。こんな感じです。終了です。